となっております。はい、こんにちは、横浜関内の鉄です。今日はですね、馬車道でやってる馬車道祭り、こちらに取材に来てます。記念撮影をして、まもなく2台目が。この馬車道祭りというのは、今通ったですね、人力車なんですけども、こちらの、ここからですね、乗っていけるので、これは結構楽しいので、よかったらぜひ乗ってみてください。はい、こちらはですね、お馬さんですね。まあ、馬車道としては馬なのでですね、お馬さんと写真が撮れるイベントになってます。はい、こちらはですね、すごく本物っぽいんですけども、ロボットのお馬さんですね。こちらに乗ってですね、楽しめるアトラクションになってます。こちらのイベントはですね、文明開化の頃の衣装を着た方たちがですね、いっぱいいるのでですね、見てるだけでも楽しいです。はい、でこちらはですね、馬車ですね。こっちは1,2,3,4,5,6,7人乗ってますね。なかなか力強いですね。すごいな。わ、ここまで来る。なかなか迫力があって楽しそうです。まあ、これが馬車道なんですね。こちらですね、横浜スカープ親善大使の方たちということでですね、先ほど写真を撮っていただいたんですけども、綺麗なお姉さんとかっこいいお兄さんですね。お馬さんの後追っかけてるんですけど、結構早いですね。なかなか楽しそうです。はい、こちらはですね、同時にやってますですね、住吉町入船通り祭りということで、まあ、こちらもですね、物販があったりとか、あとは食事ですね。ここはキンズハウスということで、焼きそばとかですね、それからこちらはキラクさんで、レバニラとかですね、ここは行ったことあります、そういえば。それから、縛り吉食堂さん。これは、軟骨のソーキ炙りということで美味しそうで。で、こちらがダイニングバーラピスさんで、ウィンナーがでっかいですね。で、隣がクローバーさん。で、ホワイトシチューが売ってます。と、普天間ベースということで、沖縄料理ですね。それから、隣が隠れ家ベースということで、なんか煮物が美味しそうですか。煮物かな。で、隣はオールドスパイスということで、鶏唐揚げとか牛すじ煮があります。はい、ということでですね、馬車道祭り、毎年まあ11月3日前後、数日間でやってるんですけども、3日がですね、一番こういう形で人力車があったり、馬車があったりですね、華やかなので、また来年11月3日に来ていただけると楽しめると思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はですね、いいねボタンまたはチャンネル登録していただけると励みになります。それではまた。